生足が寒いですよ。おはようございます。今日も朝ラン行ってきます。寒さが一段と厳しくなってきてますが、頑張って走っていきたいと思います。マニアックな、皆さん頑張っていきましょう。じゃあ行ってきます。ジャニー寒い。お、今日は綺麗ですね。うっすら遠くの方から明るくなってくるっていう感じですね。あー寒いけど気持ちいいな。うぅー超綺麗です。じゃあ行きましょう。いやー皆さんがよく来る皇居の入り口ですね。今ちょうど来ています。やっぱちょっと2キロぐらい走ると寒くなくなりますね。後ろまだすごい綺麗ですね。まだ6時ぐらいです。短パンで頑張ってます。さあこれから楽しい朝ランエンジョイしてまいりましょう。早くパンが食いたいぜってことで超腹が減ってます。じゃあね、昨日もビール2本とハイボール1本飲んで寝ようかなと思ったらなんか寝れなかったんだよね。なんかいつもより熟睡できなかった。もう1本ぐらい飲んだ方がいいのかな。でもね、衝撃的な言葉をね聞かされたからなんですよ。なんかいかに今を楽しむかって、ね、それに尽きるっていう言葉を聞いてなんか衝撃受けちゃって、なんか興奮しちゃってね、自分がなんかずっと頭の中でぐる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 回ってて、なんか自分の答えみたいなのが出て、自分の毎日の答えが出てきたような感じがして、それしかないんだよね、楽しむことしか。そう、楽しむのが一番だよね、本当に。置かれた状況でね。東京タワー、おはよう。そうなんですよ。どのような状況でもいかに自分をで楽しめるか、楽しんでいけるか、熱中していくかですよね、本当に。毎日こうやってね、東京タワー見させてもらって走ってね、暑くなってきた、やっと。よかった。朝の食べてるコンビニパンだけど、あれ1日1個食べてるんですけど、あれな、何個食ったらコンビニのパン制覇できるんだろうね。一個一個ちょっと試してってるんですけどね。それもなんか楽しみですよ。でも昼間お弁当に白米食べてるんですけど、喉に突っかかるくらいご飯入れちゃって、これやばいよね。もう美味しくて美味しくて喉に詰まるんですよ、ここに。やばいよ、もりもり食べちゃってる。パンは、これです。じゃーん、カオルフランスパン、ミルクバタークリーム。やばい、すごいうまそうですよね、これ。いやー、もう頑張って走ってきたこれ食うために。ローソンですね。いただきます。うまっ。あー、ミルクバター、これ久々だなこれ。うん、まっ。うん、しみる。
最高、超うまい、甘いの正解、いいわ、甘いのシリーズ行こう。うまっ。してきました。今日も朝晩してきました、今日すごい朝焼けが綺麗です。空気がひんやりしてますけども、走り切りました。気持ちいいですね。もうこの辺になると体が軽くなってすごい気持ちいいです。走り出し目はもうカチンコチンに凍っちゃってますね、体ね。まだ火曜日だけどね、頑張っていきましょう。頑張るしかないじゃん。ということで、また明日、ご視聴ありがとうございました、ね、みんな元気してるかい。ということで、じゃあね、バイ。